ようございます、こんにちは、こんばんは。 GG ガールズチャンネルの和山愛です。さてさて、今回はプラント vs ゾンビガーデンオフェア、初めてガーデンオプスに挑戦したいと思います。今回も友達のゴンちゃんという子が手伝ってくれるので心強いです。ではマッチを作成してやります。多分この実況ではまだ出てきてないところやりたいんですけど、ガーデンセンター多分出てないかな。ここでちょっとやってみたいと思います。難易度はイージー、ノーマル、ハード、クレイジーってあるんですけど、とりあえずノーマルで、イージーモードは小学生までなので、でパブリックにしてフレンド招待からオンラインのゴンちゃんをお誘いして、そしたら多分もうすぐ参加してきてくれるので、準備完了をして、あ、準備完了しておいて、このガーデンセンター、あ、はじまちゃん、このガーデンセンターじゃないや、このなんだガーデンオプスっていうのは、なんか基本こっちがプラントなんですよね。でゾンビからガーデンを守るっていうゲームなんですけど、まあとりあえずやった方が一番早いですね。なんかノラで誰か来てくれたね。ゴンズイって書いてあるのが私の友達です。であともう一人知らない人が入ってきてくれました。さてさて、初ガーデンセンター、そしてガーデンオプス、ガーデンオプスこそ友達とやった方が面白いのかもしれない。うん、まあ何でも面白いけど。ガーデンにプラントを植えてクレイジーデイブが戻るまで守り抜こうということで、今回もだからプラントで、あ、そうそうそう、このガーデンオプスはこうやってカスタムしたキャラが使えるんですよ。で違う、その基本このキャラクターだけど違うキャラクターもこうやって使えるんですよ。でエージェント P っていうのは、私この風貌が大好きなのでこの子を使います。はい、でほらほらほら、フラワーさんもね、これゴンちゃんなんですけど、こうやって可愛いでしょ、いつものフラワーじゃなくておしゃれして、ほらおしゃれした、あ、これって誰が相談してるんだ、君でしょ。ガーデンにプラントを植えろっていうことで、あそこにガーデンって、いろんなところにガーデンって出てるの分かりますかね、この上とかに、これこれこれガーデン、あっちにボーナスガーデンがある、ボーナスガーデンにしよう、これこれ、この点滅してるガーデン、ここにゾンビが攻めてくるんですよ、たくさん。でそのゾンビをやっつけつつ、このガーデンには指一本触れさせないぞって防衛するのがこのゲームの趣旨です。ゆめゴンちゃんだよね、さっきだよねって感じです。でね、今ねボーナスガーデンって出てたんですけど、たまにボーナスガーデンってあって、でそこにガーデンを植えるとお金が降ってくるガーデンなんですよ。普通はノーマルなガーデンだとお金とか出ないんですけど、防衛するごとにお金が出ると、お、ゾンビどもがやってくるということで、ゾンビどもがやってきます。ひたすらこのゾンビどもはノンプレイヤーなので、なんかなんだろう、マルチプレイだとやっぱ人対人だから難しいんですけど、サクサクとやっつけられる。どこにいる、あっちか、赤いマークからゾンビが入ってきます。ちなみにこうやってチリビンボムをやると、ゾンビがチリビンボムの方に走っていくので、なんかごちそうだと勘違いしてなのか、一掃することになります。お、もうウェーブ1クリアした、パーフェクトウェーブ。今回の目標は、そうだな、じゃあガーデンを守り抜くこともそうだけど、ガーデンに攻撃を食らわないようにするようにしたいんだけど、どう思うかな、ボンちゃん、できると思う？
こう、無傷でという心強い心が作った。で、ガーデンをは無傷でっていう、あ、やばい、やばい、あ、え、ガーデン食らった？嘘、大丈夫でしょ。え、待って、今目標、え、目標を決めた瞬間になんか今ソルジャーの弾が当たったような気が。あ、うっとうしい、いっぱい湧いてくるんでね、ゾンビさんが。どうだ、あ、パイプ、パイプだ、よかった、パイプ書いてたよ、え、書いてましたよね、書いてましたよねって聞いても仕方がない。で、このウェーブっていうのは10個あって、10個クリアしたらゲームクリアです。全てのトームストーンを破壊、この右上に出てるのはなんかミニミッションみたいな感じでランダムで出るんですけど、うーわ、ちょっと待って、鬱陶しい鬱陶しい全部ソルジャー湧いてきた。え、難しくない今回、待って、大柄なのに。この墓みたいなのを、墓みたいなのもやっつけて、あー、やばいかも、やばいかも、あ、やばいやばいやばいよ、みんな回復して回復して、あ、やばいやばいやばい、ジェットピージ飛んできてる、こいつノンプレイヤーなのにプレイヤーみたいな動きするぞ、ソルジャーね、あれ食らってないよね、あれ、忙しいんですよね、これガーデン守らなきゃいけないし、ミッションもクリアしなきゃいけないし、あ、オッケーオッケーオッケー、仲間がね、たくさんいるので、他にもお金を拾いに来たらこの人が全部取っていいか、今ね、泥棒呼ばしてよしよし、で、次のウェーブまで2、1、これは何ウェーブ、何ウェーブ目だ、なんだこれ、スペシャルウェーブ、え、なんだっけこれ、あー、なんかこのね、ちっちゃいね、あーあー、うっとうしい、これね、爆発するからね、あー、近づかれる前に、やばい、やばいやばいやばい、やっつけないと、あー、めっちゃ食らってる、よしよしよし、いける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 、え、ガーデン大丈夫だよね、大丈夫大丈夫、いっぱいゾンビが、あ、なんかスペシャルウェーブって、これはいっぱい来るってことなんだ、え、だってガーデン怖いからガーデン行ってるね、あ、来た来た、え、もう食らってる、もしかしてガーデンパーフェクトじゃないの、え、出てなかった、あ、これね、ゾンボススロットって言って、こうやってなんかスロットが出るんですけど、ウェーブ5かな ?5 と10で、なんか、ボスが出てくるんですよ。で、その、何のボスが出てくるかっていうのを決めるスロットなんですけど、今のはトゥームストーンと、あと、イエティ。イエティのゾンボ。あれ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 。なんか一番、欲しい。やったね。この子ね、厄介なんですよ、動くから、あー、やばい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、あ、ちょっと死んじゃった、助けてちょっと待って、あの三角でね、自己蘇生できるんで、じゃ自己蘇生するね、あ、大丈夫、いける、あー、やばい、ゴンちゃんもやられた、自己蘇生して、え、ゴンちゃんどこ、いないの、あ、やばい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 かも、あ、ガーデン食らってる、やばい、もうめっちゃ動くからうっとうしい、あ、やばい、終わらせた、
たいなやつはなんかいろいろ上あちょっと待ってやめ卑怯だぞ貴様。あありがとう。ここねなんかいろいろ私持っててちょっとよくわかんないんですけど、こういうルームシュルームルームシュルームっていうのを植えるとしたら、こうやって植えることができてゾンビが近くに来たらこういう感じで爆発してくれるんですよ。あ、仲間がやられてる。どこだ？助けに行かなきゃ。あ、でもフラワーさんがね、お花がね、助けるのは早いので回復要因です。お任せして、私はどういう好きな。あ、今このピーカモンちゃんが全部の手紙を渡しました。あともうちょっとでレベル終わるよ。結構食らってるね、ノーマルだけど。なかなかパーフェクトは難しいのかな。なんか植えます。なんか一番赤いファイヤーティー植えます。オッケー、お花植えて植えて、こういう感じでかわいい。さて、ウェーブ6。来た来た来た。ちょっと、チリリンボム。イエーイ。いい感じ、いい感じ。あ、やばいやばいやばい。この、新聞読んでるゾンビとかなんか変に強いんですよね。頭を狙わないと。ひまわりはね、フラワーちゃんはね、自分を回復できないので、仲間に回復してもらうか、回復のお花をここに植えるかしかないんですよ。仲間を攻撃してもらうんですよ。よし、行こう。なんか爆発するやついっぱいだね。ちっちゃいやつ。欲しいね。よし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 。え、カンオケどこ？あのね、カンオケのゾンビがいて、カンオケに入って、なんだろう、カンオケか。
入っててめちゃめちゃ硬いんですよ。これ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 。あー近い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 。よしよし。あ、オッケー。お、なんやー、あー取られたー。ボンちゃんと私お金拾えてないじゃん。取られちゃってんじゃん。さてさて、ウェーブ9、セミファイナルですね。ほら、くらえ。イエーイ、そうです。あ、ソルジャーはどこだ。え、どこ、どこか。ボルさんもいる。めっちゃ見…あ、やばいやばい、インドバーグ。え、ガーデン食らってんじゃん。行く行く行く。プシュルーム。あー、動きを止めるの。ウルラウルラウルラ。これはあるんですけど、ボンちゃんの方が詳しい。出た、ゾンボスラッパー。え、嘘、これ揃うやつじゃない。あー、最悪。これね、3つ同じのが揃うと、このキャラの最強の敵が2体出てくるんだよね、確か。3体 ?4 体マジで ?3 体か。やばい。こういうね、なんかゴリゴリのね、悪そうなやつが。スーパーガルガンチアウェーブ。ガルガンウェアっていう。ガルガンチア、ガルガンチアって何だ、名前か。ちょっと待って、やばい、いっぱいいる、いっぱいいる。やばい、もうガーデンに行ってる。危ない危ない。どこだ、どこに行ってるの。ここか。あ、でかいのいるいる。待って、あ、やばい、ちょっと待って、ガーデン、ガーデンやばい、ガーデンやばい。近い近い、ちょっとオープン出さないと。あ、やばい、ちょっと待って、やばいって。あ、ちょっと待って、あ、死ぬ死ぬ気しかしない。あ、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、おら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 、あー、ちょっと待って、出てこい。あ、当たらない。僕に耐えるんだ。待って待って、やばい、よしよし、一体。あー、やばい、なんでこんなにガーデンのとこに来るの。ね、直接的すぎるでしょ。やばいやばい、ちょっと起き出せないと。ロボしろ。よし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 。あと何体いるんだ。あ、鬱陶しいのがいっぱいいる。ちょっと待って、で、総攻撃じゃん、ガーデン。やばいやばい、ちょっとガーデンやばい。あー、鬱陶しい、タックルが。もう待って、敵がやられてる。待って、6しかない、6しかない。死んだ。あー、自己蘇生するね。あ、ありがとう。
の防衛。オッケー、これで終わりました。で、これで終わりと思いきや、回収地点に急げって出てるじゃないですか。どこだっけ、これの回収地点。これか、あのね、回収地点に行ってクレイジーデイズさんっていうこのプラントの親をどうにかこうにか迎えに来てくれるまで待たないといけないんですよ。あと1分半も。その間にゾンビにやられちゃうと、なんとゲーム失敗というか、ボーナス狙えなくなっちゃうし。よし、なので最後の踏ん張りところです。あ、やばい、やばい、ちょっと回復。あ、やばい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 、ここでね、ボスとか出てきたりするんですよ。そしたら積むんですよ。あ、やばい、あ、もうちょっと行くか。よしよしよし、やばい、やばい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 、あと40秒、あと40秒だよ。よしよし、あー、箱来た。あー、ソルジャーもいる。大丈夫、ボンちゃん。あ、やばい、ちょっと豆を。よし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 、あと15秒。あ、ねえねえ、回復してお願い。ありがとう。あと5秒、あと3秒、あと2秒、あと1秒。ナイス、クレイジーレイブさんが助けてくれたので、レイブを10個クリアし、脱出もしということで、たくさんボーナスが加算されて6715コインも稼げました。はい、これがガーデンオプスというゲームでした。みんなでね、4人で、パーティーみたいな感じでやって、ひたすらゾンビとゾンビのボスからガーデンを守るっていうゲームがガーデンオプスでした。またたまにやりたいと思います。ということで、ガーデンオプスでした。また次回、今度は何しようかな、またマルチプレイやろうかな。ということで、今回はこれにて終了します。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。